無言章は、木籍王語が表したレンガの作法書。慶長八年正月の成立とされている。豊臣秀吉の帰依を受けた、新言衆の僧侶、木籍王語による著作。レンガを巻くときに注意しなければならない言葉の使用法と形式を記録したものである。無言章は、王語のレンガの詩である、里村上派の指導のもと進められた。すなわち、 天正七年に着出してから二年後に功を終え、その後何回か手を加えられ、同十四年の上波の光越を受けて世に紹介された。慶長に入って再び功を改め、慶長三年正月聖書し、同年二月二十五日に再度上波の光越を得て線が添えられた。これを五葉勢天皇の英来に備え、直上によって大覚寺空将法親王が書者の上、 同8年正月さらに次線が加えられて、初めて今日に伝えられる形となった。本書の特徴は、辞書のように死が色派順に分類されていることであって、レンガ作法書の中で、こうした並列が取られたのは、この無言書が最初である。その便利さは、本書が、慶長初年以来わずか50年ほどの間に、実に様々な形で、たびたび交換され、 当時かなり広く使用されていた事実を見ればわかる。構成は下記の通りである。レンガ作法書の中で本書は最も整備され規範と目された書であり、近世初期の徘徊作法書に及ぼした影響も決して少なくはなかった。西山総院の配布無言書はまさしくその一例であり、その内容も王語の無言書が中心になっている。定文配布の 松永提徳の表した、配布作法書、おかさんも、やはり、無言書をもとに返実しており、おそらく、無言書の影響下にあったと言えよう。このように、王語の表した、無言書は、レンガ史上特に注目すべき書であったのである。ありがとうございます。